ジョースターレイディオ。テレビアニメジョジョの奇妙な冒険シーズン4第5部黄金の風、ジョルノ・ジョバーナ役の小野賢章です。はい、この番組は荒木裕彦先生原作のテレビアニメジョジョの奇妙な冒険シリーズのラジオ番組です。11月は沖津和幸さん、上田洋次さん、12月は杉田智和さん、佐藤拓也さん、1月は小野大輔さん、三宅健太さん、2月は小野裕貴さん、高木渉さんが、パーソナリティをされ、最後は僕の番ということで、ちょっと緊張しておりますけども頑張っていきたいと思います。アニメーションシリーズ初となる歴代主人公キャストが集結するイベント、4月4日ジョジョの奇妙な冒険時アニメーションスペシャルイベント、ジョースター受け継がれる魂の開催も近づいてきました。登壇者は沖津和幸、杉田智和、小野大輔、小野裕貴、小野賢章を予定しておりますということで、1ヶ月切りました。これもあの配信イベントになってしまったんですけども、どんなイベントになるかとっても楽しみですね。本当、まあ1回だけその5部のイベントもやらせていただいたんですけども、ジョジョシリーズ全員でイベントをできるということで、一体どんなイベントになるか本当に楽しみですね。楽しみにしていただけたらなと思います。そしてラジオを通じて直前まで盛り上げていけたらなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、それでは今回一緒に話してくれる頼もしいチームのリーダーを紹介しましょう。この方です。ブローのブジャラティ役、中村一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、いやー始まりましたねラジオね。はい、5部だけはラジオがなかったんですよね。なんで、うんうん、そういう意味でも初めてのラジオですね、うん、たださ、アベマさんでさ、はいはいはい、結構コメンタリーやったよね。あ、コメンタリーはすごいやりました。あれはあれで面白かったよね。面白かったですね、見ながら。あれって残ってんの？あれってどうなんですかね。もう聞けないんだ。聞けないんだ。残念。もうやりきりだったんだ、あれ。やりきりだったんですよ、あの時間でラジオもできたんじゃないかっていうのはあったりしますけどね。痛いとこつくね。ああ、確かにね。そういうことでもないのか。あれ、いやでもあれだいぶ話数取ってたよね。まあ、あの一人一人の稼働はね、はいはいはい、数回だけどさ、うんうん、トータルで話数でいうとだいぶやってたもんね。うん、だいぶやりましたね。しかも、まるまる一本ね、見て毎回。そうだね。まあ、でもあれは改めて今聞けないなら、やっぱここのラジオでいろんなものを残していかなきゃいけないということやな。うん、そうですね、うん、五部に対しての熱い思いをここでって言ってももう残りのね、他のキャストもみんな熱い思いそれぞれにあるからね。そうですね、もう、まあ、特に諏訪部さんなんて。あ、諏訪部さんはね、もう諏訪部さん本当やりたがってましたもんね、ラジオ、うん、ラジオなんだ。ラジオすごい、ジョジョラジオやりたいってなんかずっとおっしゃってた。語りたかったんだ。語りたかった。何語る気でいたんだろう、諏訪部さん。でもジョジョはダメな人がされんのかな。ラジオだから。中村君のブチャラティは俺のイメージと違うな。急に言われて、はいはいみたいな感じなのかな。アニメ終わってもう2年近く経って、2年ぐらい経って急に言われてショックを受けるみたいな。それは嫌ですね。可能性もね、ないはないかもしれないけど。あそこのシーンさ、もうちょっと明日本当に良かった。今言うんですかみたいな。いや、それぐらいのね、思いがある可能性もあるからね。はいはいはい、まあでも確かにね、諏訪部さんは3部に一回出ちゃってたからさ。はいはい、あ、そうですよね。そう、5部出られると思ってなかったって結構言ってたからね。しかもかなり5部思い入れが強いみたいですよね。うん、あ、そうだね、はいはいはい、シリーズとしてもね、うんうんうん、その5部っていうドラマの中がね、うんうんうん、確かにっておっしゃってたんで、諏訪部さん多分今奥歯かみしめながら聞いてるんじゃないかな。聞いてんだ。聞いてはくれて、聞いてくださって、ありがたいね、信じて聞いてくれたら話していきたいなと思いますけど、前回はですね、うん、丈介役の小野裕貴さん、そして奥安役の高木渉さんの継承会に僕お邪魔させていただいて、4部メンバーと、そうですね、うん、で4部メンバーと、まあ、4部の話と、そして5部の話をちょっとさせていただいたんですけど、うん、本当にここでちょっと謝りたいことがあって、うん、あるんだ、継承会ということで、うん、なんか継承していかなきゃいけないみたいなので、あ、血統、はいはいはい、はい、小野優さんから T シャツを、デザイン T シャツ、ジョルノの、はい、のプリント T シャツをいただいたんですよ。これ着て頑張ってくれ、行ってくれと、はいはい、で それが俺今日それ、いや、それが年末だったんですよ実は。で、大掃除挟んで、あると思ってたところになくて、こらこら確かにそれはちょっと謝罪が必要かもしれない、はい、いや、それで、いや、絶対捨ててはないんですよ、絶対捨ててはなくて、絶対あるんだけど
予想してたところに、まあ、ここに置いたなっていうのがね、はい、置いたなって思って前日寝たんですよ。実際あるそれは。そこまでは覚えてたんです本当に、うん、それで明日ジョジョのラジオだから来ていこうって用意していこうって、でもまあ多分あそこにあるだろうと思って、うん、でまあ、ちょっと出る前に、うんうん、よしそこに来ようと思って、ね、と思って持っていくぞって思ってないって、あったのは別の作品のパーカーでしたまあそれでも置いてあってあれと思って最後それでもあれと思ってすっごい探したんですけど、もういきなり焦ってすごい探したんですけど、ちょっと洋服ありすぎて見つけ出せなかった。タイムリミット来ちゃって、本当にゆうきさんに申し訳ない、それはでもしょうがない、もう心では継承してるんで、うん、っていうところで許してくださいっていう、うん、いいと思うよ、はい、全然いいと思うよですね。魂を継承してればね、魂を継承したんで、うん、そうそう別に具体的なものじゃなくても、さあ本当申し訳ないなと思ってそれだけはちょっと先に謝罪させていただきます。すいませんでした。そうですね、うん、すいません、僕からもすいませんいやそうすいませんでした、はいまあということで、まあ、黄金の風なんですけども、うん、ざっくりと、2018年の10月から、2019年の7月まで全39話ということで、まあちょっともう結構経ちましたね。それこそさ、はい、第1話とか2話に関してでいうとめちゃめちゃ早く撮ったじゃない、うん、そうですね、全然いつだったか記憶にないんだけど、はい、いつだろう、春前ぐらいに春前ぐらいだっけ、その先行でさアニメ型キャスト発表するときにもう1話流すから、はい、それに向けてね、はいはいはい、先撮ってたもんね。そうでした、で PV もあってっていうところで撮りましたね。いやーだから本当にもう3年ぐらい経ってる、あっという間ですよ3年でも、はい、終わったのが2019年7月だから、はい、まあ世の中ねいろんな状況はあれど、はい、これだけ期間を置いて、うん、改めてその主人公が揃うイベントをやれるってすごいね、はい、本当にやっぱりジョジョシリーズの応援してくださる皆さんの、ね、そうだね、あの熱狂というか、うん、でも主人公が揃う一堂に会するイベントってこの触れ込みとしてはすごい感じするけどさ、うんうん、全員知らないやつじゃん、はい特にジョルノに関してはやっぱり純血種とも言い難いからね、その血統の中でもね、ちょっとよその血入っちゃってるからね、はいはい、まあだから本当にもう当日はジョルノを背負って も, うもちろんそうなんですけど、まあ、ジョジョ好きとしてジョジョの世界観シリーズについてなんかいろいろ話せたらなっていうモチベーションでいこうかなっていう感じではありますけど、確かにそうだね、うん、5部の話を熱く語っても、うん、4部までの方、うん、あんまりつながりないから5部で完結しちゃうんだよなっていう、そうだね、はい、とこがあって、まあ、多分みんな見て知ってはいるけどっていうところで、ね、うんうん、そうですね、あるけど、はい、まあ、いろいろでも本当いろいろ語っていけたらなと思いますけど、ね、そうだね、うん、楽しそう、はいはい、うん、オンエア当時の話とかもちょっといろいろしたいなと思いますけど、うん、はい、どうでしたか、そのなんかやってる間というか反響というか、なんだっけな、印象に残ってるのは、はい、オンエアを見て、はい、まあ、翌週また収録があってっていうのが、はいはい、途中からそうです、ね、追いつくというかさ、うん、繰り返していくじゃん、うん、ある時にね、そのブチャラティの当番会の後の収録の時に、はい、岩波さんに、はい、いやこの間のオンエアのブチャラティかっこよかったねって言われてあんたが編集してんだなんでオンエアで見たんだけどみたいな手になってるのもうちょっと早く知ってますよ、もうちょっと早く知ってますよねみたいな見たよみたいなテンションで言われて、あれひょっとして岩波さんやってないのかなちょっと不思議な気持ちになったけど、なんかねそう言ってもらえた時ちょっと嬉しかったね、うん、まあ、そうですね、ま、毎週やっぱりうん、ジョジョの現場はジョジョの話になってましたしね、そうだね、オンエアをね、はいはい、見てる話は確かにしてたよね、ずっとやっぱジョジョの話をしてたなっていう思い出が ありますね。結局元の漫画の完成度がさ、はい、漫画として完成度が高いためにさ、うんうんうん、アニメーションにどうするのって思う部分がいっぱいあるじゃない、うん、はい、漫画の中で想像だけだとさ、うん、これ地味なのかなと思ってたら、うんうん、アニメ見たら思いのほかこう派手に演出されてたり、うん、分かりやすくなってたりも多いから、うん、そういう意味でね、うん、ちょっと面白いんだよね。そうですね、いろいろなんか他オリジナルのシーンとかもちょっとね足したりとかね、はいはい、一番最後の戦いのさ、はい、
時にちょっとディオっぽくなってんのとか、あはい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 、ああいうところとかも、ね、はいはい、もうあかっこいいなと思って、かっこよかったですね。あとはやっぱオープニングエンディング、ね、ああそうね、はい、もう最初からあれこの別れ方はとかまあ知ってるとね知っちゃってるとね、はい、あーっていうね、あーっていうのあったりとか、ジョジョ難しいよねこれ、作品としては古いからさ、はいはいはい、ネタバレとか気にするのみたいなところもあるしさ、うん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 、でもアニメから逆に古いからアニメから知る人が多いわけじゃない、うん、はい、だからああフーゴあいつはいなくなるぜってさらっと言っていいのかどうかそうそうそうでもあの覚えてるのはアフレコの時にみんなが言ってたのが、はい、あれフーゴってまだいるんだって言ってさ、漫画読んでた時って結構早く離脱したイメージだったけどさ、ね、はい、収録してみたら意外と長くいたんだよねだからまだいるんだってえのきくんに言って、えのきくんが、はい、あそうまだなんですよね、もうちょっといさせてくださいみたいな、もうちょっといていいと思いますみたいな言ってたけどね、でもイベントはね揃ってできた、ね、あそうだね、はい、あみんなでね、うん、あのイベントも生で、うん、あのアテレコアフレコっていうんですか、生アフレコをやったりとかして、そんなのあった気がするな、はい、生アフレコした気がするわ、しましたしました、すっごい緊張したの覚えてますね、 あ、うん、あの時はねまだあのコロナの影響も全然コロナになってなかったので、そうだね全然なかったから、はいはい、友人で、うん、はい、普通にイベントやってたけど、やってジョジョ生アフレコ、うん、ほんと嫌だな、嫌ですね他の部の人たちもいろんな感情から、うん、イベント嫌だなって言った、生アフレコ嫌だなって言ってるのは聞いたけど、またあのシーンを全力でやったあのシーンをもう一度やるんですかとか、そうですね、やっぱあの流れ積み上げてきた中でやるっていうのがね、あったりとか、あと最初のポーズがすごいあの痛かった、足があこれで登場したんだっけ、これ今ね僕らあのイベントの時のね、なんかスチールを見てるんですけど、イベントのキービジュアルみたいなのと同じポーズを撮ってるんですけど、これで登場したっけ、そうですね、登場してこれになったんです、このポーズをしようみたいななって、ソファーの一人用のソファーのこの肘掛けのところに腰掛けてるんですけど、お尻めっちゃ痛くてっていうのをよく覚えてる、結構なあの時間このポーズで立ってたんです、ね、そうだったね、このポーズキープだったんですよ、シュールだね、そうですね、 でもジョジョ思いのほか奥と同じ格好してるね、うん、うん、そうですね、ちょっと山下くんのつま先が上がっちゃってるので、アキレス腱硬いんだ、ちょっと体がね、いてててってなったんだろうね、うん、ジョジョグッズもねたくさん着て、やっぱあそうだ、はいはい、洋服も着てってやりましたね、いろんなグッズでアパレルのをさ、はい、ケンショウくん その知り合いの方がさ、ちょうどコラボをやるっていうので、はいはい、大量に現場持ってきてくれたじゃない、そうなんですよ、はい、ああいうのはありがたいですね、いや嬉しかったですね、うん、まただなんか第2弾があるらしくて、うん、どこに送ればいいかなって言われててどこに送るどこだろうケンショウくんちかな、僕配布しますね、まあの時ね業者みたいに、はい、業者でしたね、すごいでかい段ボール持ってね持ってあ持ってきました、どうぞこれはってこれがスマシャのやつですってみんなにねやったもんね、はい、サイズも聞いて、そうだそうだ、はいはい、やりましたね、懐かしいな、懐かしいよね、そう意外とねこのメインキャストっていうか、まあ、ブチャラティのチームの人たちでさ、はい、全員揃う機会なくてさ、うん、アフレコもさ、そうでしたね、うん、本当に揃うの最初には、最初登場の時には揃ってたけど、うん、まあ別の例えばナランちゃんの当番になったら他の人出なくなるし、うん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 、そういうのもあってね、うん、収録現場で全員が振るってなか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 ったですね、なんか戦い終わってちょっとみんなで話してまたすぐ戦いみたいな、ね、戦いになるとねまた出なくなってっていう感じだったから、っていう感じでしたからね、はいはいはい、でも極力みんなで一緒に昼飯行ったりしたのも面白かったよ、うん、いやもうあそこからかもしれないですね、僕ピザ好きになったというかそうなったイタリアン好きというか、いまだに毎週僕の家の近くにピザ、美味しいピザ屋さんがあって、あ本当テイクアウトするんですよ、毎週週1ぐらいでテイクアウトしてすごい、ね、ピザ食べてて、あ本当これはやっぱジョジョから継承したのかなっていうの、この時の収録の時のでありますね、あの収録の時もね、ピザといえばね俺が一番印象に残ってるのはね、はい、山下くんがねピザの耳を食わないことね、そうだった
でもね、あれと同じこと言ってる人誰かいたのよ、はい、山下くんがピザの耳を食べない理由はちょっとおかしくて、はいはい、味がしないって言ってたんだよね。うん、味するよってみんなね、そう、いやいや耳はちゃんとそのなんていうの、クラフトの味ちゃんとしてるからって言ってるのに、いや耳はもう、え、ここ持つとこですよねって言って、お前どういう教育を受けたんだって言って、食べなさいってすごい言われてたけど、いやでもどうやって食べればいいんですか、味しないのにって言ってて、確かあの賢秀くんとか周りが食べてたパスタのソースにつけて食べてた、食うまで帰るなみたいなんでね、食べさせてたけどさ、同じこと言ってる人いた。味がしない、そう、ピザの耳のところって食べないとこなんじゃないんですかって言ってる人いた。おかしい、もったいもったいないね、耳美味しいのにって言ってたもんね。あの耳までくるんで、うん、こう食べると美味しいんですよね。あ、具のある方に、そうそう、具のある混ぜ込むの、ね、混ぜ込む、味のある方にって言っちゃうと僕も耳味がないみたいな、耳味がないみたいになるけどね、そうそうそう、くるんでこうやって食べるとバランスよく食べる。そうだね、確かにそうだね、うん、でも彼はそんなことしてませんでしたけどね。もう毎週毎週あそこにジョジョの後行くから、はいはい、だんだん店員さんに覚えられて、はい、もう行くとね、うん、ああこの人数の入れるとこみたいな、もう先に探してくれるっていうね。なってましたね。あと毎回やっぱ大輝とかはもうちょっと食べたいなみたいな感じで帰るっていう。足らない感じしてたね。みたいな感じ。でも気づいてんのよ。ピザの耳食わないからだよ。あれ。そうだ。そうですね。いっぱい残ってたから炭水化物。あれを食わないからね。確かに。そうでしたね。でもね、そのただご飯に行くんじゃなくて、そこの場でも、うん、オンエアの、うん、ジョジョの、はい、こんなオンエアだったねとか、うん、収録こうだったねとかさ、うん、あのキャストさんがこの役やるんだとか、うん、そういう話を普通にしてたから、うん、そこら辺はやっぱ楽しかった、はい、いよいよ、うん、いよいよですねみたいな話とかもしましたよね、うん、あそこ戦っていよいよどうなるかみたいな、うん、大変そうだなあのシーンみたいな話とかも、ね、それはもうずっと賢秀に言ってたけど最後のあの無駄無駄はどうするみたいな話をねしましたね。てかもうやっぱり台本見た時ほんと驚愕でしたからね。最後のあの無駄無駄のあそこね、はい、128回だっけな、それぐらいの。なんかさ、あれ結局最後のってもう数合わせないでもう言えるだけ言うみたいなやつだっけ。いや最後はあの合わせました。結局数字、はい、数は合わせたんだ。数は合わせて、でやっぱどう考えてもやっぱ、うん、あのロボットにでもならない限り無理なんで、うん、シーンごとの回数を合わせて、うん、でそれであのまあシーンごとじゃない、カットごと、うん、カットごとで合わせていくっていう作業でしたね。うん、まあいけるところまではやるけど、うん、まあそれ でまた次のカットのまた改めてやってっていうことだよね。改めてやってみたいな感じでしたね。そうだよね。でもあれよりも意外と。きつかったっていうか、それよりきつかったのが最終あたりの無駄無駄なんですよ、うん、あ、そうだ言ってたね、はい、そうだそうだ、一番数があるとこじゃなくて、そうなんですよ、もうあそこ終えたから、はい、一番のピークは超えたと思ったら別なところにあれなんできつかったんだって、あれはカットの中に入ってる無駄の数が一番多かった、うん、多かったのか、そうそうそう、そうかそうか、あの一息でやらなきゃいけない量がすごい多かったのか、はい、あれは確かね50個、50無駄無駄だった気がします。確か俺も回数ないけどありありを言う時に、はい、賢秀君に確かコツを聞いてたもん、うん、4回を1セットとしてそれで割って5回半とか、はい、そういう風にやってちょっといくしかないっすみたいな、はい、もうリズムというかテンポというか、ね、はい、そう、一通りそういう当番のありありとか無駄無駄やった後に小野大輔に話してね、うんうん、3部とかも大変だったんじゃないですかって聞いた、うん、いや合わせたことないけどって言われて、うん、そうです、すごい違和感が俺の中にはあったよ。なんで急に5部だけこんな綿密にやってんの。いや本当ですね。なんでどういう流れだったんだろうなと思う。僕も俺らがでも勝手に合わせ出したんだよね。多分可能性ありますね。そうだよね。だから小安さんなんてそんなことやってんのみたいなテンションで言われちゃって言ってた、小安さん言ってた。いやもう言えるだけ言うみたいな感じだよみたいな。だったよ。いやなんで俺らだけあんな苦労してしまったの。まあでもその分記憶には残ってますからね。残ってるけどね、はい、回数まで、うん、苦労がね、ゲームで撮るときちょっと楽だったもん、うん、言えるだけ言ってくださいって言われたら言えるだけ言うでいいんですかみたいな、数そんな合わせなくていいんですかこれみたいな確かにすごい気が楽だ。しかも16回とかもうほんと余裕ですからね、あ少ないみたいな、あそうね16回ぐらいだからね、はい、そうだね、
30回ぐらいを基本にやってるからね、まあ、意外とラッシュするキャラクター自体は限られてるからね、うんうんうん、なんかちなみにそのジョジョやるにあたって、まあ、アドバイスじゃないですけど、うん、なんか事前にあったりとかしたんですか、他の、あのそれこそ大輔さんとか。あ、いや、ね、なんか小野さんとかはキャストを発表前のなんかのタイミングでちょっと聞いたらしくて、はい、それ別現場でなんかやるんでしょうみたいに言われて、なんか普通にゴブ俺好きだからなんかオンエア楽しみにしてるねぐらい、なんかジョジョというものはねみたいなものはやっぱりそんなのは、そうそうそう、継承はね他のどなたからもなくて、単純になんかあの作品を楽しみにしてるって言ってくれる人が多かったから、やっぱ身内に多いですよね、そのジョジョファンというか。多いね、すごい楽しみにしてくださってる方多かったですね、やっぱり多い多いですね。そしてなんかメールもかなりたくさん、あ、今回、はい、送ってきてくださってるそうなんですけど、読まない、めっちゃ喋っもう今日は読まないみたいなので、うん、今日は読まないみたいです。うん、そうね。じゃあ、じゃあどのタイミングで読めるんですか。来週から、来週以降、じゃあ送ってくれた人たちはね、はい、まあ、はい、来週も聞いてください。はい、ぜひ。来週君の手紙が読まれているかもかもしれません。はい、どうやら日本だけじゃなくて海外からも世界中から送ってきてくださってるみたいな。ダメ出しとかないかな。アリベデルチのアクセントが違いました。ちょっと違いました。いや、そう、俺に言われたって現場誰も助けてくれなかったよ、あれみたいな。僕もそうでした。チャオとか、ね、ね、この言い方でいいんですかって言っても誰も分かんないって顔してたもんね。そうですよ、だからもう本当あのサイトで調べるしかなかった。そうだ、翻訳サイトね。翻訳サイトのちょっと発音してくれるところでね。はい、はい、うん、やりましたね。そうなんだよね。まあ、懐かしいな。はい、ということで結構喋ってしまって、はい、はい、メール読めませんでした、すいませんでした、はい、ということで来週以降も楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ここでお知らせです。この度アニメーションシリーズ初となる歴代主人公キャストが集結するイベント、ジョジョの奇妙な冒険ジ・アニメーションスペシャルイベント、ジョースター受け継がれる魂が4月4日に開催されます。登壇者はジョナサン・ジョースター役沖津和幸、ジョセフ・ジョースター役杉田智和、空城城太郎役小野大輔、東方丈介役小野勇気、ジョルノ・ジョバーナ役小野賢章を予定しております。チケット情報等の詳細は公式ポータルサイト内のイベントページをご確認ください。ジョジョの奇妙な冒険アニメーションシリーズは各配信サイトにて好評配信中です。そしてジョジョの奇妙な冒険最新シリーズジョジョリオンは25巻が好評発売中です。現在横浜にてテレビアニメジョジョの奇妙な冒険のさまざまなアトラクションやミニゲームが楽しめる体験型イベント、ジョジョワールドが開催中です。第5部ではパソコンで適性診断を受けて配属チームを決めるミッション進行型アトラクション、パッショーネ配属チーム適性診断テストを展開。回答によってエンディングが変化しますので、どんな結果になるかお楽しみに。さらに4月2日から家にいながらジョジョワールドを体験できるオンライン限定のミニゲームも開始予定。会場のミニゲームと同様、ジョジョの世界を体験しながら景品をゲットすることができます。また大阪博多での開催も決定しました。地方の皆さんも楽しみにお待ちください。詳細はジョジョワールド公式サイトをご確認ください。メディコスエンターテインメントとグッドスマイルカンパニーより、ネンドロイド空城城太郎、華教員のりあき、ジャンピエール・ポルナレフが予約受付中。さらに現在ジョナサン、ディオ、ナランチャ、フーゴの4体も開発進行中です。最新情報はメディコスエンターテインメントの公式ツイッターをチェックしてください。テレビアニメジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けないより、東方丈介、岸辺露伴の世界観を再現したジャケット、パンツ、キラ・ヨシカゲの世界観を再現したスリーピーススーツが3月6日土曜日より全国の PSFA 店舗にて販売開始となりました。発売済みのネクタイ、タイピン、ソックスと合わせると全身でジョジョの世界観を楽しんでいただくことができます。バンダイスピリッツよりテレビアニメジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースの空城城太郎がアミューズメント一番くじでゲームセンターに登場。ポージングや衣装の細部にまでこだわった造形、全高約28センチと大ボリュームのフィギュアは全4タイプのカラーバリエーションで展開。4月17日土曜日より店頭にて発売予定です。商品はなくなり次第終了となります。最新情報はバンダイスピリッツの情報サイト一番くじクラブをご確認ください。続いてゲーム情報。ジョジョの奇妙な冒険スターダストシューターズ、
ジョジョのピタパタポップはアップストアおよび Google ストアで好評配信中。 SS では7周年の感謝を込めて SSR 覚醒カエルやダイヤが毎日もらえるキャンペーンを実施中。ピタパタポップでは第5部にフィーチャーしたイベントを実施中です。プレイしてアプリ内で使えるデコシールをゲットしよう。そしてゲームセンターで好評稼働中のスタンドバトルロイヤルゲームジョジョの奇妙な冒険ラストサバイバーではジョジョの奇妙な冒険ジ・アニメーションスペシャルイベントジョースター受け継がれる魂の開催を記念してキャンペーンを実施中です。さらに3月17日水曜日からはジョジョワールドの開催を記念したキャンペーンを実施いたします。連動サイトジョジョラスサバネットに無料登録してスペシャルアイテムをゲットしてください。またジョジョの奇妙な冒険ジ・アニメーションスペシャルイベントジョースター受け継がれる魂に向け公式ポータルサイトではあなたの思うベストシーンを募集。歴代主人公が活躍するシーンからあなたの思うベストシーンを投票いただけます。詳しくはジョジョの奇妙な冒険公式ポータル内イベントページをチェックしてください。すべてのお知らせの詳細はジョジョの奇妙な冒険公式ポータルサイトをチェックしてください。以上です。ジョースターレディオ第17回お別れの時間が近づいてきました。次回は3月14日日曜更新ですということで、すいませんダラダラと喋って終わってしまいました初回が初回だからね、はい、まあ次回からはしっかりそうですね内容とかメールを紹介して、はい、メールと行ってそこから多分シーンの振り返りもあるんじゃないかなとは思ったしますね、はい、ましょう、はい、そうですね。なんかもっとこうジョジョのねイベントに向けて、うんこうそうだね、モチベーションというかテンション上げていかなきゃ、確かに気はしますね。改めてそのイベントまでに見直せる人は見直してほしいよね。あそうですね、はいはいはい、僕も見直そうかな39は。あまあそうね、そしたらまた違う感想が、うん、そうですね出る可能性は全然あるよね、はいはいはい、気づきとかね というかあの3部からは全部見たんですけど、うん、1部2部が実はまだ見れてなくて、そうなんだ。だこの機会いい機会だから見ようかなと思います。一部はもうオープニングの曲からなんじゃこりゃと思うと思う。あ、本当ですか。うん、あの今さ、はいはい、バックで流れてるけどさ、はい、こう五部この曲、うんうん、結構おしゃれな感じあるじゃん。バイキングオールド。はい、泥臭いよ。あ一部はいいですね。一部なんじゃこりゃと思うよ。本当に見てみたい。どんだけ貯めるねんってサビどんだけ食べるねんって思うから。はいはいはい、その感想を僕はじゃあイベントに持ってイベントで持ってくのありじゃん。びっくりしましたって言って、はい、なかなかちょっと感じましたね。感じるものありました、ありましたっていう、はい、いいと思う。はい、ということで、はい、ジョースターレイディオ第18回でお会いしましょう、はい、ジョースターレイディオはスピードワゴン財団の提供でお送りしました。